振り返った感じだったん確で、かに、で今回、まあ、サポートのナッチンさんもそうなんですけど、皆様には非常に申し訳ないんですけど、新たなる曲がたくさんあるじゃないですか。ビビった。すいません。あれは、はい。まあ当然ね、何箇所も来てくれるファンの子にとっちゃ嬉しいじゃない？はい。場所場所で違う曲やんですよ。そうなんですよ。すごい数を。はい。なんだけど、それはファナティックの時から意外とそういう方向性だったの、その場所によって曲を変えるっていう。ああ、でも、まるっとは変えないですけど、まあ、土台が何パターンかがあって、じゃあ今日は A パターンでいきましょうか。で、次の日、じゃあ B パターン、C パターンとかなって、で、4日目ぐらいの時に、A パターンこの間やったんで、A パターンのじゃあここ変えよう、みたいな、この何曲か変えようっていうのはありましたね。だから、全く同じメニューでなぞってやるっていうのは少なかったかもしれないですけど、でも、まあ、基本の土台はもちろんありました。いや、ちょっとえぐいですよ。すいません。いいや、僕もまだ全然、全てがこう、さらうことができてないんで。やいやいや、まあ、あとね、みんなちょっと、そのいわゆるイワムニっていうか、こういうのをね、してライブをやる環境なんで、その結構自分のことで精一杯っていうそうでか、す全ね。体の音を聞くまだ環境でも余裕、まだないかまらだね。な、そうですね。昨日の時点ではまだ、まだまだね。そうですね。あと、まあ僕とかもまだ音作り、もうまだ、100%固められてない状いやいや、態。やりながらでこうやってたそんうだで。ね。でも、まあ、ちょっと品川以来っていうのもあったんで、久々だなっていうので、ちょっと、まあ、どんどんこれから体そっに入れかていそっこうかか。なっていう。品が9月だよね。そうです。もう半年前じゃん。そうなんですよ。そうなんですよ。そりゃ忘れてる わ。そうなんですよ。曲。そうなんですよ。そうかそうか。まあだってレコーディング終わったばかりで、ライブに対する仕込み時間もあんまなかったと思うし、そうですね。そのレコーディングで言うと、ちょっとこの後ね、PV1 曲あ、あ流そうりとがとうご思っざいてまるんだす。けど、13曲全部シングルでね、それはどういう話し合いでこう決まってったというか。まあ、いろんなメンバーと最初いろんな話はしてて、じゃあどう、あの曲入れたい、この曲入れたいとかもあったんですけど、でもやっぱり、まあ、分かりやすくシングルをとりあえず出しましょうかっていう。でも過去のシングルでいうともう二十何枚とかあったので、30枚近くあったのかな。ってなると1枚では収められないっていうので、このアルバムタイトルにも変わるんですけど、「天声イズムベストシングル1997から2000」ってなってるんで、初期からそうです、途中ま1997で年の。から2000年までのちょうど、まあ、その活動期間の中で20何枚か出したうちの半分がこれぐらい、2000年ぐらいまでだったので、なるほそどれね。をじゃあまず出しましょうかっていう感じで、あの13曲を選ばれたいや、なんかほら、同世代じゃない、はい。例えばこのフールズメイトで言うとさ、はい。もう、あ、またファナティックいっぱい出てるよ、みたいな。なんか、い雑誌さ、ページ数多かったよね。やいやいや、いや、そんなことないですよ。シャムシェードさんも多かったですよ。いや、絶対そう、俺数えてたもん。数あれ、カラー4ページもらってるとか。いや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 。で、ほら、みんな、特に石津君とかさ、衣装が奇抜だったじゃん。そうめっちゃ印象に残ってですね。ああ、まあて、確かに。そうですね。そう。で、うわ、またなんか俺ら2ページ多いいみたいな。数えてたもんだっやいや、て。そんなことないでいすや、よ。本当。いや、多分ね、ファンの皆さんは当時、フールズとかも見てたと思うんで、わかると思うんですけどね。ちょっと、1曲、あ、もう行きます。もうみんなね、YouTube とかで見てるかもしれないんですけども、じゃちょっと音楽消して、音楽はこっちで消して、じゃあ PV、まあ振りというか、タイトルぐらい、お願いします。それでは聞いてください。ファンタスティックサーカスで One You Are The One、 どうぞ。
どんな時もどんな時も信じてたい。自分の過去目を閉じてごらん。光の中舞い上がる天使のイメージ。夢では忘れないで、この世界に響き渡る君のことを目を開けてごらん。雲の切れ目光が揺らぐ。君がもしも愛に迷い夢に入る、泣きたくてもかけがえのない。はい、えちょっとあれ入ってるかな。あ、はいはい、あ、びっくりした、入ってますよね、切れたかと思った。ちょっと待ってね、音楽かけるね。はい、ワンでした。ありがとうございます。すごいよね、全然全然社長出てこないの、ずっと。そうなんですよ。いつ出てくるの、いや、めちゃめちゃ不安で、僕、うん、最初に、うん、その監督から上がった編集第一段階に送られてきた時に、はいはい、僕外だったんですよ、うん、でスマホでこう何度かダウンロードして、うん、こうやって見てたんですよ、うん、外のコンビニの前で僕見てたんですよ、うん、バイク乗ってたんで、はいはい、一回コンビニに停車してこうやって見てたら、うん、俺いつ出てくるんやと思ってほんでやっと出てきたと思ったら足だけ、そうそうそう、しかも内股俺と思ってなんだこれと思って、いやでも、うん、っていうのも意図があって、はいはいはい、監督の、うん、過去のファナティッククライシス時代の1の映像をちょっとオマージュしてたっていうのもあって、羽を披露シーンとか結構あったと思うんですけど、 あ、はいはいはい、あれとかももともと、もともとの MV ではこう羽を拾ったりとか、あ、なるほど、でほぼほぼイメージショットで僕らも確か出てくるの結構後半から出てきたりとかだったので、ね、その昔の PV が、はい、だからそれに寄せたからこういう感じ。社長出てこないし、出てきたと思ったらギター弾いてない。そうなんですよ、歩いてるだけで、うん、でもあれめちゃめちゃ怖いんですよ、あの、うん、上の方に僕、うん、あれ意外と高くてめちゃめちゃ怖かったっすね。で足場ももうこれぐらいしかないんですよ。まずさ、あの寒かったでしょ。寒いです。真冬でしょ。真冬で風も強くて、うん、で最初は雨も降ってて、ね、いや傘いらないと歌ってるけどいるよね。そうなんですよ、だから最初あのツトムがこう傘持って、うん、雨止む待ちしてたんですよ、はいはい、でずっとあのスタッフもこうみんな雨の中こう待ってたんですよ、はい、でいやでもこれそういえば歌詞で雨が降っても傘はいらないっていう歌詞があるからちょっと雨の小雨のままでもやるよみたいなで、はい、ちょっと撮ってたんです、はい、そしたら偶然的にもこう雨が止んできたんで、はい、あじゃあそのまま行っちゃおうみたいな感じで、で日がこう差してくるのもなんか歌詞にちょっとリンクしてたんで、うん、雲の切れ間、はいはい、なんでしたっけ、なんかそれの時もこう、うん、ね出てるね、青空のシーン、ね、出てきたんでちょうどツトムも歌いながらこう雲の切れ間を指さしたりとかその時はしてて、はいはい、あーすごいすごいとか思いながら、
神がかってるよね。そうですね、すごいなと思って、でも寒かったです。あの監督さんは、はい、あの先輩でしょ。そうです、あのルアージュ、ルアージュのってバンドの、あの、うん、ギターのレイジ君にやることになったんですけど、あのヤオンでもね、去年そうですね、ヤオンのブルーレイも、うん、あのレイジ君撮ってもらったり。そうだよね、なんかね、だからあの見てワンのミュージックビデオ、あ、絶対音楽やってた人だなと思って、あそしたらやっぱ、あ先輩かっていう、うん、やっぱなんかこうカット割りとかのタイミングとかが、ね、絶対音楽やってる人だなっていう感じで、いやいや、もうなんかちょっとかっこいい PV なのに、なんかさ、和也くんもギターソロの時怖そうじゃん、高いところに上がってて。まあでも、あれでも怖いじゃん。ね、でもあれはそうでもない、まあ、これぐらいの高さなんですよ。僕でも本当にめちゃめちゃ高かったんですよ。だからなんかちょっと笑っちゃったんだよ、ね、いやただもう、やろうなと思って、うちのメンバー、その和也は高いところちょっとダメな人で、あストームもあまりにもちょっと高いところは怖いかもって言ってて、うん、で僕は比較的大丈夫な方だったんでじゃあシュク頼むわみたいな感じでああはい、ね、みたいな。あそこ普通ボーカルポジションだよね。そうですね、ボーカルの人が立ってて、ね、こうドローンとかで弾いてとかっていうのにもう抜擢されちゃったんだ。あでも最初はでも登場シーンは足だけでした、ね、あそこもでも高いところなんですよ足元って。でも分かんないじゃん、高いかどうか。そうなんですよ。面白い。いやでもまあ苦労して撮りましたけど、いいものができてよかったですね。撮ってる時とかもこのドローン撮影の MV って僕らやったことなかったんで、うん、初めてで、おなんかこうその場でこう見せてもらって、すごいやっぱ広い絵で撮れてたんで、うん、そうだね、あいいねいいねとか言いながらみんなで。いや確かにながら90年代っていうかさ、はい、ドローンなくてもうクレーンとかだったじゃん。ああそうですね、ね、シャムはヘビでしたけど、まあまあまあヘリ3機飛ばしましたけど。いやだからドローンなんかあったらヘリ飛ばしないわけよ。まあそうですね、そんなさ、そうですね、当時はドローンなかったですからね。なかったからヘリ。ああいやでもすごいです。いやね、だからドローンってすごいよ。すごいですね、あの映像はやっぱ撮れないし。そうですね、なんか今あれでしょ、プログラミング、はいはい、勝手にこう、あそうですね、とかっていうか、だから操縦する必要ないってことでしょ、下手したら。まあそういうのもありますね。でもその時は操縦する人がそれ用のこうスタッフが来てやってくれて、やっていただきましたけど、まあただその13曲シングルある中であの1って曲が、まあ、PV に選ばれたっていうことはやっぱあの曲がなんかこう代表曲というか。そうですね、まず、まあファナティック・クライシスの代表曲というか、まあ、よく世間に認知されてた曲がやっぱり火の鳥だったので、うん、火の鳥は以前撮ったので、はい、じゃあその次にこう、まあ、耳なじみが多かったのなんだろうなっていうので、まあ、ワンじゃないかなっていうので、じゃあワン撮りましょうかっていうところでしたね。あれ、あとそのアルバムのリリースイベント、はい、あ、はい、リリースイベントが今回、はい、まあ、インスタイベントっていうんですかね、インスタイベント発売日に、発売日ですね、3月29日に、はい、新宿のタワーレコードで、ミニトーク&サイン色紙お渡し会ですね。ここの色紙この間一生懸命書いてきたんで何百枚と書かせていただきました。懐かしいなぁ、そういうこと。あ、そうですか、うん、まあ僕今そのマイクライトーンズってバンドを所属してやって、ね、はい、でよくインスタイベントとかやらせていただいてるんで、その時とかサインとかも書かせていただいてますけど、ただまあおかげさまで書く量も段違いの多かった。いや、 いやありがたかったですけど、いや素晴らしいですね。この間みんなでレコード会社行ってこの辺をずっと書いてました。なんかでも329ってもうツアー直前じゃない。そうですね、バタバタの中その頭切り替えてそういうね。いやでもまあインスタそのリリースイベントは、うん、まあそんな慣れてるというか、そんな
あの暴力使う。いやファンと接するのってファンはいるんですって。まあ確かにわかります、うん、あの人と接するのは確かにすごいエネルギーは、うん、ライブとは違うエネルギーで、わかります。あの会ってる時は楽しいから。そうなんですよね、会ってる時は楽しいんですけど、入っちゃって終わった時にそうドーンってくるじゃん。確かにそれはすごいあります、うん、ね。いやでも一人一人にねこうお会いできるっていうのもなかなかない機会なので、うん、ぜひインストアイベント、それからあとツアーですよ。あ、その前にナッチンさん、はいはい、あのナッチンさんにもご協力いただきましたけど、はい、このタワーもそうなんですけど、はい、他のところでも、どこだったっけね、 HMV と伝えだったかな、あのカップリング曲3曲弾いた、はい、急遽お願い、13曲終わってほっとしてたら3曲プラスしたいんですけど、そうなんですよ、僕もびっくりしたんですよ。え、懐かそれと思って、と思って、何の話それと思って。でも、野音でやった曲、いや、やってない曲もありますね、ベイビーストークとか。そう、だから野音でやったクイーンとサーカスは、まあ、やってるから、はいはい、ああと思ったんだけど、知らない曲入ってるんですけど、何ベビーストックって。あの要はシングルの B 面曲で、ライブでもよくやってた曲にしようかみたいな。で、まあおそらく今回のライブツアーでもやるのかなとは思いますので。その329はちなみに何がついてくるのか分かんないです。あ、分かんない。いや、分かりますけど。そういうとこ。まあまあ、どれがどこだったか僕もちょっといまいち、こう割り振られてるわけです。はい、そうです。なるほど。ですのでね、ぜひぜひ、そう、はい、ここ、その場所場所で買わないと、うん、決して手に入れられないものなので。あ、通販とかないの？ないです。あ、その例えばタワーの通販とかはあるかもしれないですけど、他のショップで買ったら、この例えばベイビーストーク欲しかったら、うん、どこどこで買わないとっていう感じになってるので、だからもうぜひこれ逆に本当にレアだと思うんで、手に入れてほしいと思います。はい、そんなアルバムを引っ提げて、はい、ツアー The End of 30th Boys、はい、はい、2023、いやー、ありがとうございます、ツアー。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。嬉しい、久々だって。横浜を皮切りに、はい、長野行きます、ね、いつぶりだろう。いや、僕もいつぶりだよね。あ、いや、この間バイクで行ったっつよ。それ名古屋です。あ、名古屋、はい。長野は多分僕ファナティック以来行ってないと思う。あ、本当、行ってんのかな。マイクロヘッドホンズで行った。相当だよね。はい、なんでこれ1回か切れんだろうな。うわ、ここね、で、ごめんなさい、仙台、福岡、はい、広島、大阪、名古屋で、東京最後5月13日の昭和女子大のね、はい、2days あります。全部で、9か所、8か所、9公演ですね。1、2、3、4、5、8か所、9公演、はい、ありがとうございます。いえ、楽しみだな。ちょっとツアー中って結構飲まないじゃん、はい、お酒、はい、でみんなでこう行ったりするの、ライブ終わって。バラのメンバーは、いや、僕バラはあんま、当時はファナティックはそのみんなで行く時もありましたし、うん、バラで行く時もありました。でもまあ普通にみんなで行くんじゃないですか。で、めっちゃ仲いいよね。まあまあ普通に、いや、リハとかさ、はい、食事も何回か行かせてもらったじゃない、はい、なんかちょっとね、この年齢になって、はい、あそこまで仲いいとなんかちょっとざわってする。え、なんすかそのざわって。いや、なんか、はい、メンバーの誕生日にガチプレイ、はい、ガチじゃん。確かに買ってきたよとかでもリボンもしてあるようなさ、はい、なんかこの間カズマの誕生日だったの、はいはい、俺ペヤングのさペタマックス入って、あ、でっかいやつ、でっかいやつ入ってあげて、はい、しかも
結局俺も一緒に食べて全然プレゼントじゃない、まあ、まあまあでかいですからね。なんかさ、ちょっと照れはあんじゃん、もう今さ。あ、まあそうですね、はいはい、なのにさ、あのファンタスティックのメンバーはさ、はいとか言ってなんかもうガチデパートで買ってきたようなガチもんじゃん。いやでもまあまあ、なんか逆に大人だからみたいなとこだと思うんですよって石月君が言ってました。もういい年だから、うん、まあある程度逆にちゃんとしたものをこういう機会じゃないと渡すこともないから、って言いながら、彼はさっきツイートで僕はバイクのジャギのヘルメットを見たって書いてあったんですけど、めっちゃいいじゃんあれ。いやちょっと欲しいんですよでも赤あぶれねえなと思って。いやあれでリハスタ来てよ。いやいや、やばいやつですって、うん、で、あのリハ入ってきてもさ、はい、撮らないの。いやいや、ね、いや、やばいやつですよ。撮らない。いや、俺の名を言ってみろっていう。そう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 で、ほら、ちょっとコロナでマスク俺はマスクこれだっつってさ撮らない。絶対職質されますよ。されるね。さあさあ、そんな感じで、あのちょっとここでね、はい、一旦あの休憩というか、はい、有料に切り替わる、変わりますね。後半はちょっと掘り下げて、はい、そのしゅんくんがそのギターを始めたきっかけや、あ、はいはい、まあファナティックを組んだ経緯など、はい、あの昔話を、ね、交えて話したいと思います。ぜひぜひ。一回ここで休憩します。音楽はこのように、ね、では後ほどです。皆さん後ほど。バイバイじゃない。